が違うんだ。とどめき健一郎デビュー作が200万部。自信あったんだけどな。編集者の目に留まってすぐにメジャーデビューできると思ったんだけどな。7冊しか売れなかった。しかもほぼ仲間うちのお情けがい。まともに売れたのは何冊だよ。100万部と同人誌7冊同じ冒険漫画なのに何が違うんだよ。もうなんだよ、とどめき健一郎って名前怖すぎだろ。なんだか呼ばれてる気がする。純喫茶、それは時代も場所も忘れさせてくれる現実と切り離された異次元な空間。同じものは2つと存在しない。その出会いはまさに恋。いらっしゃいませ。煮詰まった頭を冷やすにはうってつけかも。あ、ここいいですか。ええ、どうぞ。少々お待ちくださいね。はい。ブレンドです。ごゆっくりどうぞ。あ、ありがとうございます。ウィンナコーヒー、いいじゃん。あ、いらっしゃいませ。ホワイトコーヒーってなんだろう。あ、ブレンドとクロックムッシュちょうだい。はい。すいません、ホワイトコーヒーって何ですか。あ、コーヒーの上に泡状の甘いミルクを乗せたものです。カフェオレとは違うんですか。はい、違いますね。あ、違いますか。はい。あ、ウィンナーコーヒーください。はい。さて、違うジャンルに挑戦すれば活路が開けるか。気づいてないだけで恋愛漫画が向いてるかもしれないし、ホラー漫画の才能があるかもしれないし、いや、ジャンルを変えた途端急に売れるなんて楽観的すぎやしないか。ウィンナコーヒーもホワイトコーヒーもカフェオレも結局はコーヒー。そもそも才能の問題なんじゃないのか。やっぱりもう無理なのかな。ウインナーコーヒーです。 ありがとうございます。あ、おいしい。甘さもちょうどいい。大丈夫ですか。え、さっきから何度もため息を。あ、
あ、すいませんちょっと行き詰まってて。あ、ため息はその、なんていうか。僕、漫画描いてるんですよ。あ、でも全然芽が出なくて。もう諦めよっかななんて思って、まあそれでうち40年やってるんですよ。40年。その前は音大でクラシックの勉強をしていたんですけど、同期でものすごい才能あるやつがいて諦めたんですよ。やっぱり才能がないとダメなんですかね。一番大切な才能は好きだという気持ちを持ち続けることだと思います。私、音楽以上にコーヒーが好きだったんです。だから40年やれてるんだと思います。好きじゃなければ儲からないのに続けられないよな。いや、そこそこ儲かってますから。えそっか、漫画以上に好きなものないよな。あれ、どうしました？あ、スプーンがないなと思いまして。あ、混ぜると冷めてしまうのでつけてないんです。最後まで美味しく飲んでいただきたいので。あ、コーヒーへの愛半端ないな。これはこれでなんか楽しい。いらっしゃいませ。新作は何を書くべきか。今日は何にしますか？考えます。あ、わかりました。ではごゆっくり。綺麗な子。一見地味だがよく見ると花がある。南国の出身かな。隠しきれない君の魅力が俺にはわかる。わかりすぎる。一般人と思えるそのオーラ、もしかして女優さんとか。ありえる。俺の漫画のヒロインにぴったりだ。これは逸材だ。あの、恋愛漫画の巨匠ガラス山純平先生ですよね？ええ。私先生の大ファンなんです。愛に溺れることは愚かなことじゃない、最高に幸せなことよ。愛の滑走路の岬のこのセリフ大好きなんです。あ、私女優をやっていて、いつか先生の作品に出ることが夢なんです。あ、ごめんなさい、つい興奮して一人でペラペラご迷惑でしたよね。これからも素敵な恋愛漫画を描き続けてください。失礼します。ドラマ化するよ、愛の滑走路。本当ですか？絶対見ます。出ればいい、夢なんだろう。君には光るものを感じる。嘘、信じられない。嘘じゃない。僕にノーと言えるプロデューサーがいるわけがないだろう。なぜなら僕は原作者だからね。美咲は君だ、先生。じゃあこれを持ってごらん。え？ここを持って。はい。さあこっちも。これから銀座キューベで寿司でもつまみながら役について語り合おうじゃないか。はい、行きます。お、危ない。お、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。すいません、ちょっと立ちくらみが。座ってましたよね。本当ですね。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。じゃあどうも。女優ってのも大変なんだろうな。ん？芝居の台本か？お互い頑張ってビッグになった暁にはまた会おう、このロッチのような喫茶店で。漫画より好きなものがない以上、それが茨の道だろうと行くしかない。新作は恋愛漫画で勝負だ。やると決めた以上は生半可な気持ちじゃダメだ。宣言して退路を断つぞ。
何？もしもし、赤堀さんお疲れ様です。要件は何？これから打ち合わせなんだけど。いえ、要件といいますか決意をしようと思い電話した所存であります。私、純平、今度から恋愛漫画を描こうと思います。頑張って描いてください。待ってますから。とか言ってもらえると思った？はい。相手が売れてる作家なら原稿を取るために何だって言うけどさ、君には言わないよね。なぜなら1円も生み出さないから。まあそれが分かってないこと自体センスがありませんって宣言してるんだもんだから。おお。今のなしで。赤堀さん、もしもし、もしもし、先生すいません、お待たせしてしまったみたいで。私も今着いたばっかりです。よかった、失礼します。いらっしゃいませ。あ、ブレンド。はい、かしこまりました。ところで先生、ネームの方は？あのこれ代わりに頼んでもらってもいいですか？あ、注文まだでした。すいません、気がつきませんで。あのシナモンティーもください。あとあのこれと、これチョコレートムースとバームクーヘンですね。すいません、あのチョコレートムースとバームクーヘンも。あのやめてもらってもいいですか、そんな大きい声出すの恥ずかしいんで。あ、失礼しました。お願いします。拝読させていただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。むちゃくちゃ面白いです。今週も最高ですね。いや、キャラがもう立ってますもん。うん、それにこれ最後の引っ張りが秀逸です。先生のことですから、もう次回の展開も考えてらっしゃるんですよね。どどまき先生、来週もお願いいたします。はい。前々から気になってたんですけど、なぜそのようなペンネームにされたんですか？あまりに先生のイメージとこうかけ離れてますよね。対人恐怖症で小心者な弱い自分が嫌だったんです。だからせめて名前だけでも強いものにしたくて、どどめき源一郎にしたんです。いや、そのような深いお考えがあったとは。その強い意志がタイガーロードという大傑作を生んだわけですね。お恐れしました。ところで先生、今日は折り入ってご相談がございまして。いや、センスがありませんげんか。グーの音も出ない。大丈夫ですか先生？あ、はい。ご相談というのは、新しく創刊される月刊少女雑誌に新作を書いていただけないでしょうか？お願いいたします。今度は10代女子に刺さるキラキラした恋愛漫画を書いてください。無理です、無理です。いや絶対無理です。そんなの書けこないです。大ヒット作家どどめき先生が描く恋愛漫画、絶対話題になりますし、大ヒットすること間違いありません。私赤堀が保証します。ぜひ一度前向きにお考えください。一度も男性とお付き合いしたことない私なんかにキラキラした恋愛漫画なんて書けるわけありません。冒険したことないのに冒険漫画書いてるじゃないですか。それは好きな漫画が冒険漫画だったからで。そういえば聞いたことなかったですね。先生、マイベスト漫画は何ですか？勇者への道。すみません、ちょっと知らないですね。7年前にコミケで買ったんですけど、超傑作ですよ。主人公が最低な雑魚キャラで、負けても負けても前に進み続ける、ど根性が激アツで。
そういう漫画を描きたくてタイガーロードを描いたんです。私のバイブルなんです。あ、そうなんですね。あ、すみません、タイトル何でしたっけ。勇者への道。やってやる。恋愛漫画で200万部だ。女優の卵美咲に恋をした売れない漫画家翔平は一大決心をする。それはヒット漫画を描いてドラマ化させ美咲を主役にすることだった。彼女の夢のために全てを犠牲にし命を削って漫画を描き続けるという究極の献身愛。果たして翔平は美咲を芸能界で羽ばたかせることができるのか。そして2人の愛はテイクオフできるのか。タイトルは愛の滑走路でいいのかな。よし、目指せとどめき声。ビッグになって必ずあの子を迎えに行くぞ。